はい、こんにちは。今日はですね、このタイトルにもある通り、5年以内にテレビがオワコンになる理由っていうお話をしようと思うんですね。で、まあ、こういう話するとですね、多分この視聴者の方はもうテレビなんかとっくにオワコンだよって、もうすでに終わってるよ、5年以内とかそういう話じゃないよっておっしゃる方ね、いらっしゃると思うんですけど、まあ実際にはそんなことなくて、まあまだまだですね、テレビって結構もう日本人ね、多くの人がね、毎日見てるんですよね。まあ未だにですね、テレビっていうのはトップメディアなんですよ。影響力も強くて、たくさんのね、影響力のあるタレントさんが出てて、それなりに視聴率っていうのはあるんです。まあ確かにどんどんオワコン化してるんですよ。オワコンに近づいてるんですけど、まだまだですね、やっぱりトップメディアではあるんですよ。っていうのは、その HUT っていうのがあって、そのテレビの総世帯視聴率っていうのがあるんですね。そのテレビをつけている世帯はどれぐらいかっていう、全てのね、局を合わせた視聴率っていうのがあるんです。HUT。まあ、その数字を見てもですね、ゴールデンタイムを見ると、まあ、例えば2022年の上半期だと、52% あるんですよ。なので、いまだにゴールデンタイムになると、52% の世帯はテレビをつけて見てるんですね。まあ、世帯の視聴率なので、52% の国民みんなが見てるっていうわけじゃないんですけど、まあ、やっぱり半分以上のお家ではテレビをつけて、まあ、誰かしら見てますよっていう話なんですね。で、昔はもっと高かったんですね。1998年、まあ、今から25年くらい前だと、ゴールデンタイムの HUT は 71.2% なんですね。だから20ポイントぐらい下がってるんだけど、やっぱり未だにね、みんなテレビ見てますよって話なんですよ。で、前日で見ると、ゴールデンタイムだけじゃなくて全体で見ると、2022年の上半期は 34.8% で、1998年だと 45.7% っていう感じで、まあ、多くの世代でテレビは見られてますよと。まあ、年々下がってるんですね、この HUT 見てても。で、特にここ2、3年の落ち込みがものすごい急なんですよ。まあコロナ禍っていうのもあって、コロナ禍はあんま関係ないですかね。まあ、とにかく TikTok とか YouTube とかすごく発達したっていうか、もう多くの人たちがやるようになった。多くの芸能人も YouTube 進出するようになったし、グレードアップしたんですよね。昔みたいに素人が適当な動画作ってほとんど編集しないとかじゃなくて、もう本格的な YouTube の動画がどんどん出てきた。やっぱりまあコロナの影響もあると思いますよね。コロナ禍になってタレントさんの仕事が少なくなって、営業の仕事とかテレビの仕事が少なくなって、ロケとかもできなくなって、 YouTube 仕方なくね、 YouTube に参入したっていうのがあって、それで競争が激しくなって、それだけ YouTube のね、チャンネルの質も上がったっていうのがあるんですよね。はい。で、まあ、2年でですね、大体 10% ぐらい落ちたんですよ。はい、視聴率が。で、特にひどいのがですね、フジテレビなんですね。フジテレビはね、ここ20年見ると、ゴールデンタイムの視聴率が、昔はね、20年前は 14% あったのが、今もう 6% しかないんですよね。はい、っていう感じで、どんどん視聴率下がってて、もう特にここ2、3年ひどいので、まあ、このペースでいくと、まあ、5年ぐらいでもう、完全オワコン化するんじゃないかなっていう感じになるわけですね。やっぱり視聴率が下がればですね、それだけ広告収入も減ってしまうわけですよ。で、今話しているのはですね、その世帯の視聴率なんだけれど、まあ、個人の視聴率で見るともっとひどい状態になってるっていうことになりますよね。で、まあ僕がそのテレビ業界のこととかですね、話すとですね、まあおそらく視聴者の一部の方は、お前ただの美容外科医じゃねえか、お前に何がわかるんだ、お前マスコミの人間でもねえだろうっておっしゃる方いると思うんですけど、まあ一応僕はそのクリニックの経営者であって、その広告主なんですよね。まあテレビ CM も売ってるし、あとネットのメディアとか看板とかね、電車とかバスとかね、まあ、フィギュアスケートとかですね、スポーツイベントとか、まあ、いろんなところにですね、広告を出稿していて、まあ、常にですね、そのどのメディアが一番影響力があるか、どういう年齢層がこれをよく見てるかとか、まあ、ここに広告費を打つとどれぐらい戻ってくるか、コスパがいいか、費用対効果がいいかっていうことをですね、常に頭をですね、フル回転して考えてるんで、まあ、
普通の人よりかはその広告業界とかあとテレビ業界のこと詳しいと思うので、一応その美容外科のね経営者っていう立場でこのお話しさせていただこうと思うんですけど、まあという感じですね、いろんなメディアにですね広告を打ち続けてるんですけど、でテレビ CM はですねもう大昔からうちのクリニックは打ち続けてるんです。それやっぱり昔はもうテレビこそもうキングオブメディアでですね、もうゴールデンタイムになればみんなテレビ見てたんで、テレビこそが最も影響力のあるメディアなので、ずっとテレビ CM ね打ち続けてるんですけど、まあどん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 減らしてるんですね。はい、で減らして、その分ネットのメディアの方に広告を打つようになってるんです。でちなみにねうちはね今ね雑誌はね広告ほぼゼロですね。まあ昔はねアンアンとか、まあいろんなですね、ファッション雑誌とか、あと週刊誌、3つありますよね、セブンと週刊女性と女性自身、ああいうのにいっぱい広告出してたんですけど、今ね雑誌はもうほぼゼロですね。まあコロナ禍になるとですね、まあ、喫茶店とか美容室にも雑誌がなくなっちゃうんで、ああいうところで見てもらうっていうのも大きいんですけど、そういうのもなくなったんで費用対効果すごく低くなっちゃって、雑誌はもう今ゼロです。だけどテレビ CM はまあ未だに打ち続けています。減らしているけど、でもういつかは切るかもわからないって考えてますね。うち以外の美容外科クリニックを見てもですね、昔はじゃんじゃんテレビ CM 流してたところが、どん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 ネットの方に広告を移行していって、今ほとんどテレビ CM 打ってない、昔はあんなに打ってたのにっていうクリニックもいっぱいあるんですけど、まあうちはね一応まだね流してるっていう状態なんです。でまあそういう時はねいつもテレビ局の人とか、あと広告代理店をね通じて、まあ、こういう番組があって視聴率これぐらいで、でこういう年齢層が見てますよ、女性の方の美容に興味持ってる人がよく見てる番組ですよっていう感じですね、まあスポンサーやるの、まあ、提供をやるのを選んだりとか、あとはスポット CM ですね、もう15秒のCM をバラバラに出して、これぐらいだとトータルの視聴率いくつで、でいくらですよっていう感じでやり取りして、どれぐらい出稿するかっていうのを決めてるわけなんですけれど、まあテレビのですね視聴率もだんだん下がってきてるんで、じゃあその分その値段を安くしてくれるかってなって思うじゃないですか。でもですね多少安くなったりとかするんですけど、やっぱりまだまだねテレビ局の人たちもですね強気で、あんまり値段をね下げてくれないんですよね。やっぱり未だにですね、やっぱりテレビに CM 出稿したいっていう企業はですねそれなりにあるんですよ。局全体で見ると広告収入って下がってるけど、まあいい時なんかはですね、まあ、それなりにちゃんとね CM がね埋まるんですよね。調子が悪くなると番宣ばっかりになるんだけど、まあ、それなりに CM を買う企業ってまだまだあるんで、強気っていうところはあるし、まあもっと安くしてくれればいいのにって思う時もあるんですけれど、そのやっぱりテレビ局も落ちたって思われるのも嫌だと思うんですよね。もう何ですか、叩き売りみたいにこんだけ安くしますんで買ってくださいって、なかなかですねその向こうのプライドっていうのもあると思うし、あんまり安くしてくれないっていうのもあると思うし、あと一旦そういうのって値段を下げちゃうと次からもその安い値段で買えるんだってやっぱり僕たち思っちゃうんですよね、出向する側としては。まあ人間ってみんなそういうものなので、なのでなかなか値段をね下げなくて、いまだに結構強気っていうのはあるんですよね。で、まあ、美容クリニック もうどん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  CM の出稿数減らしてるわけですよ。うちも減らしてるし、よそのクリニックも減らしてるし、その分ネットメディアの方に出稿してるんですよね、そのお金を。あとまあ雑誌もどんどん出稿をやめてネットの方に行ってるわけで、まあ、同じような企業も多くて、まあ、コロナ禍なんか本当にCM を出稿する企業って種類によってはいっぱいあって、例えば飲食店とかパチンコ屋とか、昔はじゃんじゃん CM 流してたのが今だいぶ減ったっていうのもあるわけですよね。でその分 CM の出稿が増えた業態っていうのもあって、例えば Uber Eats とか出前館とかね、まあ何ですかデリバリー系、まあ、ネット関連とか、あとまあスマホとかスマホゲームとかスマホのアプリとか、あと Amazon もすごい CM 今打ってますよね。あとまあ配信系、プライムビデオとかネットフリックスとかディズニープラスとか、まあそういうですねネット配信系の、まあ、その番組をですねもう
テレビの地上波で CM を打ってるっていう状態なので、まあそれをやるとですね、テレビ局収入源にはなるんだけれど、まあその分、まあネットフリックスとかね、ディズニープラスを宣伝して、そっちの方にどん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 人が流れちゃってるんで、まあ、お金はもらってるけど、まあそれによってですね、結果的にテレビ局の首を絞めてるっていう形になると思うんですよね。はい。という感じで、まあ結局まあうちみたいな美容クリニックも含めて、まあ、いろんな企業がテレビ CM よりもネットの広告の方にどんどん広告費を移行してるんですよ。で、テレビ局の収入もですね、どん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 広告収入も減ってしまうわけですよね。で、なんで僕たちはテレビじゃなくてネットの方に広告の方を移行するかっていうと、もうそれ圧倒的にですね、そのコスパがいいんですよ。っていうのは、ネットはですね、そのターゲットをしっかり絞ることができるんですね。まあ、その例えば Google のリスティング広告ってあるじゃないですか。 Google で検索するときに上の方にスポンサーサイトみたいな感じで広告が出てくるわけですよね。で、それってそのやっぱり検索したワードでその広告が出るので、すごく完全に絞られてるし、あとまあインスタの広告なんかも男女別で絞ったりとか年齢別で絞ったりとか、何に興味があるのか、美容に興味があるのかって、ね、そういうことでね、しっかり絞ることができるんで、圧倒的にコスパがいいんですけど、テレビに CM 打つのってそのいろんな層の人が見てるんで、で美容整形に興味のある人ばっかりが見るわけじゃないんですけど、まあネットだと美容整形に興味のある人に絞って出すことができるわけで、その美容整形以外でも他のジャンルでも同じことが言えるわけですよね。あとはもう若者のテレビ離れっていうのはすごく大きいですよね。もう若者だけじゃなくて、最近はもう年配の方もテレビ離れしてるんですよ。まあそれはまあスマホがどんどん普及して、タブレットとかも普及して、まあ YouTube とか TikTok とか、まあそっちの方はですね、タイパがいいんですよね。あと Netflix とかプライムビデオとか、まあそういうものってアーカイブでね、好きな時に見ることもできるし、あと YouTube もね、あとネットの配信の番組なんかも倍速で見ることができるんですよね。もう最近の若い人って映画も2倍速で見たりとかするぐらいなので、もうサク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 見て、つまんなかったら次行って次行ってっていうことができるんだけれど、テレビ番組って一つの番組をずっと垂れ流している感じなので、で CM が入って、でつまんない芸人の話とかも入って、なんかすごくもうネットの環境に慣れちゃうとイラ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 しちゃうんですよ。もう47歳の僕ですら、なんかもうバラエティ番組とか見るともうイラ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 してつまんなくなって、もうすぐ YouTube の方に変えちゃったりとかするんですよね。あとはもう単純にもうテレビ番組がどんどんつまらなくなってきますね。もうこれはもう年々テレビ番組ってつまらなくなってきて、でそれはもう広告収入が減っていって、予算が落ちていって、そのお金かけれなくなってるっていうのもあるし、あと結局テレビで番組作るのって常にそのスポンサーの顔色を伺わないといけないわけですよ。スポンサーが喜ぶ番組を作らないといけないので、視聴者目線の番組ってなかなかできないんですよね。で、例えば番組の中でね、何かの発言で炎上しちゃったりとかすると、もうすぐ Twitter とか、あとネットのメディアで叩かれて、でテレビ局もそれを恐れてどん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 萎縮して、あのつまんない方つまんない方に行ってしまうんですよね。結局テレビ局って巨大な組織なの でスポンサーの顔色も伺わないといけなくて、いろんなことにチャレンジするっていうよりかは、もう大きな組織でもう無難なあの番組を作って、とりあえず流してこう、でスポンサーの顔色を伺ってね、怒られないようにしよう、炎上しないようにしようってなっちゃうんですけど、例えば YouTube ってその大きな組織でやってるんじゃなくて、もういろんな人たちが勝手にやってるんですよね。もう個々の集まりなので、いろんなことに挑戦できるんですよ。もうトライ&エラーで。で、まあ炎上ね、本当は良くないんですけど、炎上してもまたそれを反省して、またさらに面白い番組作ろうとか、そのテレビ局ほどはクレームを気にしない人たちがやってるし、であのいろんなジャンルがありますしね、政治経済とか歴史とか、あとバラエティとか、あの好きなものを見れるわけだし、あとアーカイブもあるし、倍速で見ることもできるしね、あとまあ情報系のものなんかも、その例えばニュース番組とかね、テレビで見てても、やっぱりその法律に縛られてるっていうのもありますよね。その中立的な立場で、あの偏った放送できないっていうのがあるので、まあ、政治に関しても偏った意見言えないんだけど、ネットだともう好き勝手言えるんですよ。あの
保守系の人は保守系の意見言って、リベラルの人はリベラルの意見言って、そればっかりになると、やっぱりそれと意見の合う人にとってはですね、すごく心地がいいので、そればっかり見ちゃうっていうのがあるんですけど、まあ、テレビはね、中立的な立場で放送して、なおかつその範囲内で微妙に変更報道をしたりとかするので、余計それでで、国民たちはイライラしてるっていうのもあると思いますね。あとはテレビ局にとってね、脅威なのはスマートテレビですよね。まあ、普通のテレビじゃなくて、もう最近のテレビってそのテレビ画面で地上波も見れるし、なおかつ YouTube とか Netflix とかプライムビデオとかいろんなものが見れちゃうわけなので、まあ、テレビ画面すらその奪われてしまうと。昔だったらテレビ画面っていうのはテレビの、ね、地上波放送を主に見るものだったんだけど、もうそれすらですね、他のネットのメディアに奪われてしまってるっていうのもあるし、あとね、もっと恐ろしいのは、最近まあまあ売れてるんですけど、チューナーレステレビってやつですよね。そのチューナーがついてなくてテレビ画面だけなんですよ。で、ネットフリックスとかですね、YouTube とかネットのものが見れるわけなんですけど、それがですね、やっぱりチューナーがついてないだけあって、まあ普通のテレビより安いんですよね。まあ、4万円ぐらいで結構高品質なもの、高画質で、あと 4K が見れたりとかするわけですよ。なので、今使ってるテレビが壊れちゃったら、今度はそのチューナーレステレビを買おうっていう人もですね、結構増えてるわけですよ。で、まあ、ただでさえですね、最近の若い人って一人暮らしをすることになった時って、もうあえてもうテレビを買わないっていう人多いんですよね。やっぱりテレビ買うと NHK の受信料とかも払わないといけないんですけど、まあチューナーレステレビになればですね、 NHK の受信料も払わなくて良くなるわけですね。受信料ってだいたい、まあ、いろんなランクがあるんですけど、2000円ぐらいなんですよ、月に。ってなると、だいたい1年半から2年ぐらいでそのチューナーレステレビで元取れちゃって、またさらにですね、それ継続していけばですね、まあ、今まで払ってた受信料が浮くわけですよ、もう何万円も。なので、まあ、今後ね、チューナーレステレビもですね、どんどん普及していったら、ますますテレビ局にとってはね、辛い状況が続くわけですよね。ということですね、まあ、テレビ局自体もですね、最近はいろいろ模索してるんですよ。このままだと本当に完全にテレビってオワコンになっちゃうので、まあ、ネットと連携してですね、なんとかその広告収入をですね、取り戻そうっていう動きがあって、で最近僕いいなって思うのはですね、やっぱりね、TVer とか、ネットの無料配信系ですよね。あれで結構僕が見落としたそのドラマとか、あるいは名古屋で放送しないドラマとかをですね、やってくれると、あれすごい助かりますよね。アスカノってドラマあったじゃないですか。明日、私は誰かの彼女っていうドラマ。あれね、確か名古屋でやってなかったんですけど、TVerで見ることができたんで、あれはね、本当に助かりましたね。あれはそのアーカイブでね、アーカイブもしばらく残ってって好きな時に見れるんで、まあ、ああいうので広告収入をですね、今後取り戻していくのがいいのかなとは思いますけど、またそれはそれでですね、なかなか高い地上波放送みたいなですね、高い広告収入も取れないっていう話なんですけど、ああいうのでやっていくしかないかなと思うのと、あとね、僕が好きなのはテレ東が YouTube やってるじゃないですか。あれすごい面白いんですよね。テレ東のアナウンサーの人がニュースを解説してくれたりとか、やっぱりネットなので、その自分の興味のあることをしっかりと時間かけて話し込んでくれるので、むしろそのテレ東のニュース見るよりもそっちの方を見るようになっちゃったんで、かえってそのテレ東の視聴率は YouTube で、ね、テレ東のチャンネルで落ちてしまっているのかもわからないんですけど、それはわからないですし、まあ、それ以外でもね、いろんなテレビ局が YouTube と連携して地上波で流した番組のその裏側を YouTube で流すとか、あとその続きをね、YouTube で流すとかやってるんですけど、まあ、そういうの見てもですね、そのいまいち面白くないっていうのはありますよね。やっぱりその YouTube でもやっぱりテレビ局が作ってるので、やっぱりテレビの流れで作る、テレビのノリで作ってるので、 YouTube でしかできない過激なこととかそのをやんないんですよね。なのでYouTube と連携してるテレビ番組、その YouTube 側見てもね、あんまり面白くないなって思うことが多いですよね。まあ、ということで、まあ、それ以外でもね、例えばスポーツとかでもね、どん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 ネット配信の方に移行してますよね。この間のサッカーだってね、結構そのアベマの方の視聴率高かったっていう話だし、あとはあれですね、ボクシングとか格闘技とか、まあ、いろんなスポーツもネット配信の方にどんどん流れてるっていうのもあるし、あとはまあ芸能人とか YouTube、芸能人とかね、有名人自体もテレビに出るより YouTube でチャンネルやって
って頑張った方が稼げるっていう人もいるんです。まあ、稼げないっていう人もいるんですけど、ということでテレビに出たくなっちゃう人だっているんですよね。そのオリエンタルラジオの中田さんとかもね、すごいね、YouTube の方で活躍して稼いじゃってるんでね。ということでね、まあ、それ以外にもね、いろんな要因があるんですけど、まあどん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 テレビをオワコン化してきて、まあ特にここ2、3年ひどいんで、まああと5年でね、まあかなりのオワコンになって、もうひょっとしたら高須クリニックももう5年後にはテレビ CM 流してないかもわからないし、流してるかもわからないっていう意見でございます。はい、以上、一美容外科医による5年以内にテレビがオワコンになる理由でした。ご視聴ありがとうございました。